午後11時59分、まもなく20秒です。もう少しで令和の時代を迎えます。日付が変わって令和元年5月1日水曜日午前0時の NHK ニュースです。先ほど午前0時に天皇陛下が即位され、時代は平成から令和に変わりました。天皇陛下は今日即位の儀式に臨み、象徴として歩み始められます。皇居宮殿では昨日202年ぶりの天皇の退位の儀式となる退位礼正殿の儀が行われ、上皇様が即位から30年、これまでの天皇としての務めを国民への深い信頼と敬愛を持って行い得たことは幸せなことでした。象徴としての私を受け入れ支えてくれた国民に心から感謝しますと、国民に向けた最後のお言葉を述べられました。そして日付が変わると同時に天皇陛下が即位されて、元号は平成から令和に変わりました。今日は天皇陛下は午前10時半から宮殿で歴代天皇に伝わる三種の神器のうちの剣と勾玉などを受け継ぐ剣侍等昇継の儀に臨まれます。その後午前11時10分からは皇后となられた雅子さまと共に即位後朝見の儀に臨み、総理大臣をはじめ国民を代表する人たちを前に天皇として初めてとなるお言葉を述べられます。また午後には皇后さまと共に皇居の上皇ご夫妻のお住まいを訪れ挨拶する予定で、天皇陛下は新たに迎えた令和の時代を象徴として歩み始められます。天皇皇后両陛下とゆかりのある方々の声です。